2021年春、私は念願の警察官になり渋谷署に配属された。でもその3日後、スクランブル交差点でモンスターに襲われて重傷、死にかけた。これはその時に見た風景だ。この杖を掴んだらどうなるのだろう。死ぬのだろうか。元の人生に戻れるのだろうか。私はまだ何者でもなかったから、生き延びる方にかけた。目覚めた時、私は魔法使いになっていた。臨死体験の後に魔力を得た者は、レプリカと呼ばれる。模造品、複製と見下されることもあるけど、私は気にしない。使える魔法は本物だから。俺は14の冬に生死の境をさまよい、そして魔法を手に入れた。ここ渋谷区の夜間人口は約22万人。そのうち魔法使いは何人だろう。1000人、200人、かなり少ないはずだ。組織に属さない俺たち野良魔法使いはある意味狩りの獲物。人混みに紛れ、息を潜めてひっそり生きている。身を滅ぼしかねない自己顕示欲に手を焼きながら、金曜のやれを行う。まずは担当地区から、米倉藩センター街ケーラー、金見藩駅周辺街ケーラー、野々山藩宮下パークケーラー、美濃部藩スクランブル交差点ケーラー、白崎藩道玄坂工事ケーラー。白崎班長は殉職されました。ああ、では西島、お前が班長代行だ。はっ。メアマソウカ、今日は西島班に入る。メアマソウカ、了解。次、栗山班スペイン坂県、綿貫班渋地下県。誰が死ぬと、私たちの夜はこうして始まる。今日は連休明け、最初の週末だ。街はアンワイズドン、湿気、紳士淑女で溢れるだろうが、怪我はさせるなよ。連中、かすり傷一つでモンスタークレーマーに変身だ。スリルが欲しくて渋谷に来るくせにな。では出撃。西島。はい。
艦長が殺されたばかりで動揺もあるだろう。チュートリアルで行動の基本を確認したらどうだ。ああいいかも。意外と落ち着くよ。マジックエンフォースメントアドミニステーション、通称メアは反社会的組織魔法使いギルドに対抗するために設立された。私たちは魔法機動隊に所属する、いわば政府公認の魔法使い。違法魔法行為の摘発と当事者の逮捕、 M つまりモンスターなど危険事案の排除に日々励んでいる。鵜飼さん、メア、松岡さん、道玄坂工事へ、ゴーです。やっ、西島ちゃんさ、白崎班長マジで死んじゃったの？ええ、今朝です。ダメージはなさそうだったのにな。やっぱり気力の限界かな。この頃やる気なさそうだったし。やる気のなさで死ぬなら鵜飼さんリストのトップですよ。マジか。鵜飼、西島、何でしょう。白崎さんに何があったんだ？ M にやられたんです。不意打ちですね。魔法で弾き飛ばされて車両に激突、頭部を強打したように見えました。でも自分の足で本部に戻ったし、毎度のパワハラも決めてたんですけどね。あっけないもんだな。本当に西島ちゃん、あれ、あの黒いものはマリスと呼ばれている。人の悪意が具現化した物質らしい。さあ掃除しましょう。制圧する。
西島ちゃん、ほら、あそこ。ギルドの魔法使いかもな。追い込んで勝ってやろうか。魔法行為を現任していませんから、現状での追跡は挑発行為に該当します。相変わらず硬いね、西島は。反面教師が多すぎるんですよ。言うようになったな。違法魔法事案通報アプリ。魔法行為の摘発はアプリからの通報が頼りだ。多くの国民は魔女狩りアプリと呼んでいる。リアル魔女から言わせてもらえば、その故障はありえないハラスメント。ルブルム中毒者が違法魔法行為、多分ラムドだな。この先です。急ぎますよ。1型ダム、違法薬物ルブルブの乗用車、すでに体の一部に重過症状が出ている。この段階になると魔法を使う可能性が高い。一般ピーポーに挑発されて魔法っちまったか。はい、野獣馬は離れて。怪我しても知らないよ。お前らも晒すぞ。メアの西島です。魔法使用の通報がありました。あなたで間違いありませんか？ください。え？ルブルブください。なるほど。しかしそれはできません。我々にご同行ください。治療施設を紹介します。施設で殺すでしょ。殺すでしょ。無責任な噂です。施設では大勢のスタッフがあなたの社会復帰を応援します。ルブください。話は本部で聞く。さあ行くぞ。やだ。指示に従ってください。逮捕はしたくありません。やだ。攻撃開始。この魔法薬ルブル、通称ルブ、ギルドが製造し反社会勢力が拡散する魔法薬だ。一時的な高揚感、多幸感が得られるが、高い依存性と深刻な副作用がある。忌まわしきルブル、その撲滅のために私は戦っている。
午後11時になりました。東京都は魔法対策法に基づき午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。不要不急の外出はお控えください。午後11時になりました。東京都は魔法対策法に基づき午後11時以降の外出を自粛いただくようお願いしています。東京都の夜間外出自粛要請は俺が生まれる前から続いている。そして俺が生まれる前から半ば効力を失っている。異形のルブルム中毒者、リアルなモンスターがうごめくこの街、メアとギルドに分かれた魔法使いが抗争を繰り返すこの街、夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまないらしい。来たれ魔法使い同士よ、奪われた権利を取り戻そう。目覚めよ、そして立ち上がれ。これは正義の戦いだ。メアは町の治安を守る仲間を求めています。魔法使いであるかどうかは問いません。町の安全を守るのはあなたです。知ったことか。俺は俺のためにしか戦わない。センター街か。メアだ。揉めるとめんどくさい。他の道から行こう。あの黒い影はマリス。人間の悪意が具現化したもので、俺たち魔法使いから丸見えだ。悪意の中身まではわからないが、俺にとっては厄介な代物。ルブルムあるんだ。ない。でもこの匂い、お前純な魔法使いだ。どけ。俺を誰だと思ってる。知りませんけど。お前らの血はルブと同じ効果なんだろう。ちょっともらうぜ。おいちゃんやっちゃうよ。ダメだ、お兄ちゃん弱そう。なんだと。魔力を解放しているとき、俺たちはカメラに映らない。仕組み？それがわからないからこその魔法だ。行くよ。
お前、さっき魔法使ったか。そんなことしませんよ。そこで何し、別に。ちょっとこっち来い、顔見せろ。ああ、本当にやるんだ。挑発して魔法を使わせる作戦。悪いけど、録画してるか。それがどうした。歌うぞこら。お前は挑発に弱い。力を見せびらかしたくてうずうずしている。言動に気をつけないと命取りになるぞ。さてセンター街だな。通りのどこかにコブがあるはずだ。メアか。負ける気はしないけど、いきなりトラブルはまずいよな。おう